外来種雑草、シマスズメノヒエ、アレチー花ナガビロードモウズイカ、イヌビエ、エノコログサ、イヌタネがあります。このチャンネルでは、私が独自に開発しました方法をお役立ち情報として皆様にお伝えしております。まず、外来種を駆除しながら、植物の場合は草と木を分けて燃やして灰にして、そこから得られる灰で窒素固定作物を育てて、そして地面を肥やす。そのことによって市販の肥料を買わずに済む灰を起点にする無機農法。それが独自の方法としてまず一つありますね。そして二つ目としましては、連作や量産が非常に困難であると言われるスーパーフード、栄養たっぷりのカイアポイモ。これを連作量産できる方法を開発したものがあります。さらに三つ目としましては、滋養強壮と若返りの妙薬、除蹄子。これを大量に作業用の古民家のところで発見しまして、その果実を漢方のコーヒーとしてふんだんに使うことができます。まあそうしたものの説明や、あと周辺の環境にある外来種、それらを紹介したり、それらの活用方法などを紹介することをやっております。食料危機が叫ばれておりますけれども、こうした外来種を駆除しながら資源化して、なおかつ市販の肥料に頼らずにいろいろな農産物を生み出していく。それから野生のものを活用する。そうしたことによって、現在の農業の問題点を解決できる糸口になればいいなと思って、それで情報発信しております。情報提供の中でお役立ていただけるものがありましたら非常に幸いです。こうした情報をできる限りいろいろな人たちで情報をシェアしまして、それで豊かな生活を目指していきたいというようなことがあります。興味のある方はぜひコメントもしくは連絡先へ連絡の方お願いいたします。あと農業に付随するものとしましては、地元のお祭りが五穀豊穣を祈るお祭りでもありますので、その時期になりますとお祭り関連の動画が割とアップされるんではないかっていうふうに思います。あとそれと農業に関しての本を書くにあたって電車の移動時間なんかを結構それに当ててますので、その書斎にする車両に関してのレビューなんかも動画として上げております。お祭りチャンネルとか鉄道チャンネルっていうわけではないんですけれども、そういった方面の方にもお楽しみいただけるものではないかなっていう感じで思います。あとは肥料に関連して海水ですね。こちらの海水に関してもそれなりに肥料以外にどういう使い方があるかっていうこともやっております。合わせてご覧ください。はい、ここは荒れ地といえば荒れ地なんですけども、荒れ地というほど面積は大きくないです。土がむき出しになっている川の土手なんですけれども、ここにはこの通り生高和田草がかなり生えております。あちらにも生えております。それでこの場所はどういう場所かと言いますと、一度生高和田草を全部駆除して、それで在来種の雑草を侵入させたんですね。その在来種の雑草がこちらツルマメになります。ツルマメが毎年種がばらまかれて、それで自然にこのように生えてきます。このツルマメは何かと言いますと大豆の先祖なんですね。ですのでいざ何かの時にここでツルマメを収穫して食料にすることができるわけです。ここにはあとこれが荒れ地ヌスビトハギなんですけども、これも外来種なので、まあ一回ツルマメだけにしたんですけども、時間が経つと、セタカワダシソウがまた復活してくるんですね。アレロパシーで他の雑草が生えられないように、化学物質を地面にばらまくんですね。そうしたことで、この一角は、ほぼセタカワダシソウの特段状になっております。これもいずれまた一回きれいに駆除して、それでもう一回、こちらのツルマメを広げるような感じにしておけば、ここの一角は在来種の雑草で埋められるという形になります。同じ雑草でも食べられるとか食べられないとかっていうのもありますし、あと外来種と在来種の違いもあるわけですね。それから、あちらには黄金剣菊が生えてますね。あれは外来種ですけども、あとはギシギシが在来種ですね。他には、ここは水が結構あるので、アメリカセンタングサとかが結構生えてますね。はい、ここは畑には向かない場所なんですけれども、雑草は育ちます。雑草の中で、まあ食用になるようなものですね。そうしたものを、まあ、侵入させて、それで毎年一応育つようにはなってます。これが昨年なったツルマメの鞘なんですけどね、弾けちゃってもう種が全部地面に飛んじゃってます。それが芽吹いて今こうしてツルになってまた伸びてきております。こういうところはまあ一見すると雑草にしか見えないんですね。雑草にしか見えないんですけれども、食用の雑草に置き換わっているというふうな形になります。ここはそんなに手を加えられることが
できない場所ですし、まあ、あと水はあるんですけどちょっとねだいぶここが高くなってますので水分の補給という意味合いではちょっと乾燥気味の土地になるわけですね。上の方はね、下の方は潤ってますけども、で乾燥に強いのはヤブスルアズキよりはツルマメというふうなことになります。ヤブスルアズキはアズキの先祖なんですけども、それはちょっと水がないとすぐ枯れちゃうんですね。乾燥に割と強いのはこちらのツルマメの方になります。川の左側のところはコンクリートの場所になっておりまして、それでそこには少し土が乗っているので雑草が生えます。あちらまあ、あちらで育つのはちょっとやっぱり水没したりするので種類が限られますね。はい、まあ、こんな場所もあるということです。まあ、こんな感じでいろいろ使えそうな雑草を侵入させておくといざ何かあった時に活用できますので、そういったことも念頭に置いて雑草駆除と、それから置き換えで、駆除した雑草は持ち帰って灰にしてまた活用します。はい、やってまいりました。こちらは網干の古民家です。本日はこちらのドクダミなんですけども、これの地下茎を取って帰って、それで近所の外来種がモリモリになっている場所、そこに移植したいと思います。雑草の置き換えですね。外来種から在来種への置き換えということでやってみます。これをまず蒸して、それで地下茎ですね、それを掘り返します。ここはこのみかんの木があるので、ここの根元で安納芋を育てるということをちょっとやってみるところなんですけども、まあそういうことからしてもここのドクダミちょっとどかさないとですねいけないわけです。まあどうせなら他に移植してあげた方が親切だと思います。ではやります。はい、とりあえず地上部分をまず除去しました。それで地上部分を刺しても根付かないので地下の部分ですね、それをこれから掘り返します。それで地下茎を移植するといった運びになります。はい、それでとりあえず掘り返してだいぶ取りました。こちらがとりあえず取った地下茎になります。この地下茎を持ち帰って近所の空き地に埋めます。はい、ちょっと時期が過ぎましてツルマメがモリモリになっております。前回来た時よりもだいぶモリモリになってます。ここにとりあえず外来種の雑草少しまだ生えてるんですけども、ちょっとねこれ駆除するにも今暑すぎて駆除できないですね。体力のことを考えるとちょっと難しいです。はい、とりあえず持ってきたドクダミの根っこっていうか地下茎なんですけど、こちらね、これをこちらに侵入させてみたいと思います。はい、とりあえずやってみましょう。はい、もともと雑草なんでね適当でいいです。とりあえず穴のところに突っ込んで、あとはこの土の湿り気と雨水があれば育つでしょう。こんな感じでとりあえず侵入させました。また後日様子を見に参ります。はい、あとは雑草が生える前にあらかじめ有用な雑草で埋めてしまうという方法もありますね。ここなんかは何も植えられない場所なんですけども、雑草なら育ちます。それでヤブスルアズキとヨモギ、どちらも在来種ですね、それを侵入させて定着させてあります。ここは毎年ヨモギとヤブスルアズキが取れるような区画になっております。こんな感じでいろいろ外来種の雑草が生えているところをなるべくでしたら在来種で、しかも有用なもので置き換えることができればよろしいかと思います。はい、ということでございました。いかがでしたでしょうか。勉強になった、あるいは面白い、それから役に立つ、まあそう思われた方はこの情報をいろんな方とシェアしてみてください。お友達とか知り合いとか家族とかいろんな人にシェアしていただいて、それで情報を共有拡散していただければと思います。もちろんチャンネル登録もお願いいたします。あと高評価いいねボタンも合わせてお願いいたします。それでは本日は失礼いたします。